ということで、はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで、ほら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 、もろ見えたやろ、今。いや、そこは、あのね、みんながみんなそこを見るとは思わないでほしい。あ、そうっすか。俺もそこしか見てへんからさ。館っていうか、なんかあれやな、あの、なんかドイツのさ、シンデレラ城のなんか元になった、なんかなんとかなんとか城ってあるやん。なんかシュバなんとかツワインなんとかなんとかシュバルツやったからドクターシュバルツみたいな。なおーっと、ここでジジイがお亡くなりになってる。油性アルコール中毒。なんでこんなちょっと色黒なって思ったの。ねえ、あの泥酔しまくってるからな。ちょっとなんかバイオもさ、5が先に出るの、あの RE5 が先に出るのか、9が先に出るのかって、結構今、バイオ界隈で盛り上がってるな、話題的には。あ、そうなんだ。ただ、その一応、まあその7が2017年、で、ビレッジが21年で、まあオリンピックイヤーみたいな感じで、そうすると、じゃあ25年じゃないか、9は、みたいなことをやったりとか。で、あともう一つは、RE2、RE3 ってのが連続で出て、で、その後ビレッジが出て、で、今度 RE4 が出たから、まあ、じゃあまた RE シリーズじゃないか。だから、まあ、来年 RE5 が出てみたいな。なるほど。別チームなんかな、RE と、ナンバーなんかは。別チームかもしれんし、ほら、ちょっとペース早いよな。カプコンのさ、提携してる会社が作ってたりとかもあるから、俺昔バイオセブンの中のノットアヒーローを作った会社に営業しに行ったことがあるんですけど。大丈夫か？大丈夫大丈夫、別に。うん。だってオープンにしてる会社やし、俺がどの会社に所属してて、行ったかなんていうのさ、どの分野で営業しに行ったんっていうのかさ、わからんわけやん。もしかしたら、単純にうちでビラ配りませんかみたいな話とか。ああ、うちのお店で扱いませんかとかね。そう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 。契約会社な。あ、契約会社の中でもさ、ジェネリック医薬品を扱っている会社が軒並み不正が発覚してボコボコにされてるからな。ほう。カプセルってさ、薬売ってるケースあるやん。例えばロキソニンみたいな、タブレット状のやつじゃなくてカプセルになってるタイプのやつ。あれってそのパンチ見えてる。で、そのカプセルがその胃に入った時のその溶けるためのその熱さみたいなをその適正な薬を入れるカプセル、なんか中身に対して適正なその溶けやすさに合わせたカプセルを入れなきゃいけないのを検査しないまま出荷しましたとか、あるいは本来もっとちょっと溶けやすくしなきゃいけないはずなのに溶けにくいカプセルに入れたまま出荷したりとかっていうので、この箱昔覚えてるかわからんけどさ、チョコラ BB がさ、めっちゃ家にあった時あったやん。もうなんか廊下の半分がもうチョコラ BB の箱で埋め尽くされるみたいなさ。二人ともこんな状態だったっけ？つら。定時報告。救援要請があったため出動したが、通信から現地到着前にデルタチームはすでに全滅したと判断する。めっちゃぶち刺されてるやん、これ。ビーコン様がおる。あれなんかも、その、ショコラ BB が、あ、ちょっと待ってな、めっちゃ重くなった、今一瞬。アイテムなかったっけ？なんかもう、その何かし、アイテムとした？アイテム取った？多分、大丈夫だと思う。多分今、チョコラ BB がないやねんってみんな気になってると思う。これ、あ、アクセル。間違えた。アクセルは、だって B でターボ。まあ、やっぱり食料機器から行かなきゃいけ、あ、ちょっと待った、これライフル持ってきてないやろ、お互い。あ、持ってきてたわ。めっちゃ背負ってたわ。ごめん。
撃たないでください、お願いしましゅ。あのさ、クリスめっちゃ必死な顔してんねんけど。なんかあれちゃん、歯食い縛ってんやろ、多分。そうそうそう。いや、微妙に開いてんねん。食い縛ってはいない。これ、あれ、拾えるっけ？そうじゃないか。拾ってくれたわ。ちょっと待って、また。チョコラ BB がさ、なんでうちに来たかっていう話、また戻すんかいって感じじゃないけど、行って。あれも、その、内容物の表記が、本来その、ミリリットルとかさ、マイクロリットル、マイクロ、なんとかとかさ、ミリなんとかとかにしなあかんところの表記が、本来ミリじゃないといけないところが、なんかそのマイクロになってたとか、まあ、もしかしたら逆だったかもしれないけど、内容物のその、容量ミスで、出荷できない状態になっちゃったから、あれ、そういうあれやったんや。そう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 。だから別に、発注し間違えたからめっちゃくれたみたいな、そんなと思ってた。ではなくて、単純にその、もう販売できないから、あの、親父が、その知り合い、まあ、親父の知り合いの会社の人がそれやっちまって、で、すまんがこれ買い取ってくれんかって言って、うちに来たっていう。買い取ってくれじゃないな、もらってくれへんか。買い取ってくれやったらなんでやねんってなるねん、こんなん。よいしょ、なんかすごい重たいな。あいた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 。やばいやばい、串刺し焼き寿司。串カツ、串カツ。あいた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 。やばいやばいやばい。ここで貫通弾が。火を。浮いてください。おい、まあ、こいつらね、あいつらでも強いんですよね。はい。チャプーン。追加来ました。追加注文。やべ、後ろからも。追加発注。追加発注。今俺攻撃食ろうたら、もう終わる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 。よし、オッケー。あ、これはこれ立ち上がるよね。そんな予感はしてた。よし。サンキュー。拾ってる？立ち上がってくるなぁ。寝とけよ、泥酔野郎ども。こいつらは別に泥酔してへんねん。こいつら単純に家守ってるだけやから。そうやな、確かにな、生活守ろうとしてるだけやもんな。どちらかというと脅かしてんの俺たちだもん。普通に何これ、侵入者を殺せ、殺されてる。よいしょ。普通にだからその侵入者を殺せみたいなのをアメーバじゃなくて、これなんだっけ、ジュアボじゃなくてフラガ、ウロボロスやろ。もはやそのフラガでもなかった、ウロボロスが命令してるわけやんな。でも特になんもない。へぇー、そりゃそうか、脅かしてんのこいつらやもんな。なかなかったっけな。ここもかっこやし、なんもない。私単なる秘書でござす。うん、私単なるわんぱくな社長です。あかんな、これ多分パソコン、俺のところのパソコンがあかんかもしれんな。ん、すげえ重い。なんもないな。じゃあ、あなたに撃ってもらわなきゃいけないから、俺が先。風邪が治んねえな。私も先週風邪ひいてたわ。ほんま、全く一緒やな。一週間前に、38度くらい熱あったわ。ライブ行ってから、ふらってきてるやん、完全に。どうしよう、こいつらは無視。近くまで行ったらいい。そうやな。この距離から撃てる。ここ撃ったら当たらへんのか。待ってね。言える？ちょっと待って。ちょうど被ってんねんな、ポール。あ、はい。
ちゃ届いてきてるわけ。あれ、どれ、あれか、ギリ当たってないけど、もうなんか普通に当たりそうな感じで飛んできてるな。ちょっと近く行く、やっぱりダメだ、ドラグロフはきちい。じゃあ近く行くわ。あんな一発で死んでへんな。おっしょっけい抜け。あれ今大丈夫？船はやられてるぞ。船はやられてるけど大丈夫やったな。よしターボするわ。シュ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 。敵殺す。オッケーオッケー。あれあれ嘘わん。嘘わん。なんであなたが食らってんの？次どこ行ったらいい？すげえ。あらら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 。めっちゃでっかいダイナマイト投げてきてるやん。あんな丸っこいボム兵みたいなやつ投げてきてたっけ？ああ、石弓みたいなね。そうだね。石弓がごめん、ちょっとよく分かってないけど、まあまあまあ、こんな感じの。ワニさん？あ、みんなのトラウマワニさん。もう初めてプレイしたとき、マジでもうトラウマやった。死ぬワニが。で、会おう。ワニ、ワニ、あ、やべ、ちょうど目の前に。ワニ、ワニ、やべ、ちょうど目の前に。ずっと目の前におるやん。ずっと目の前におるやん。あれ、ワニどこ？あ、まだちょうど目の前に。ワニおらんねんけど。待って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 、危ない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 。メスに発情したワニが襲ってきそうだった今。ただ食事をしただけのところに撃つっていうタコみたいなのかぶってんの、なんかチビトみたいじゃない、なんかかぶり物。これ無理やった。はいどうぞ。あー、レッドハブとか合併させたかったな。ダンダンダイしたクリス。キーショット。あ、卵。おお、まあ、今のところあなたの方が体力つく。煽られてる。あ、俺の方さ音楽入ってなくてさ今。あ、収録の方は音楽ちゃんと入っててんけど、違う。あ、ごめんね。ごめんね。最後に残った。なんでお前だけその食事に招待してもらえなかったやろ。あ、ナイフマニアゲット。ってこと。ナイフでぶっ倒したから。ここはあったっけ？食べてもた。食べろよ。投げつけようと思ったのに。ちゃうねん。本来の用途じゃないねん、それは。ワニワニー。庭に本当にパニックなのよね。ワニワニ、一気に2体出てきた。よし、もうこれ初めてさやった時さ、何が起こって死んだか全くわからんかってさ、こうしばらくトラウマやったもんな。一撃みたいな感じせへんかった？ああ、まあ一撃はそうね。する、卵を借りに行く。そっか、卵の島はまた別にあったんやったっけな。そうそうそう。あれ降りれなかった今。ただ早降りな。この時は撃ってくるんやっけあいつら。普通に消えんねやんな。あ、卑怯。あ、れへん。そう、卑怯なんです。爆弾だけ残ってるのに。はい、じゃ俺ライフル拾ってもしゃあないねんな、さっきから。ライフルめっちゃ拾ってるけど。ちょちょ、カモンじゃねえんだよ。渡せや。渡せ、カモンちゃうね、渡せや。ちょっと。あの、怒らんといてくださいな。その代わり、あの、あなたの お持ちの赤い玉玉をちょうだい。あ、赤い玉玉は？
って、あいつなかったっけ、なんだっけ、鶏肉が出来上がってる、じゃなくて、あった髪切り虫。カブトムシ。拾えなかったです。あった、卵。たまたま、白か。たまたま、ロッキーやもん。構えるな。増え。一匹ついていきそうに、一羽。あの仲間になりたそうにこっちを向いているってやつ。もういいけどな、別に。非常食に使えるし。あ、やめろ。選別でもらったぞ。いつの間に3つも。あ、2個は普通に固定配置。固定配置やったっけ？ちょっと待って、4つ目やん。めっちゃ持つやん。で、取りすぎて怒ってるし、こいつ。攻撃してきてるやん。ついていきたいです、言うてたやつが、うんだ。こいつやん。だから、ついていこう。うん。ついていこうじゃない、連れていこう。あと1個。シャクレ、シャクレ。もう今、シャクレとかって言って分かる人とかも、多分20代前半以前はいないやろな、もうな。黄金伝説やからな。トロバコさんギリギリさ、20代後半になるからさ。誰が平成一桁や。そうや。昭和一桁みたいな言い方すんな。おっさんやん、それは。昭和一桁っていうのがもうあれよな。80代もうなったな。あるよな。うん。昭和8年。何歳や。昭和20年が1945年やから12年差して1933年。おじいちゃんと一緒よ。じいちゃんか。うん。じゃあおばあちゃん昭和2桁になるな。間違えた。そうなるかな。前だ、久々にフェイスブックでおばあちゃんの顔見たけど。誰かあげてんねや。そう。だから、おかんのお姉ちゃん、フェイスブックやってて、一応友達になってるからさ、一応って言い方悪いけど、そう。で、まあまあ、ちょっとなかなかエモいことが書いてあって。エモいこと。だから、その、まあ、自分が若い時はさ、自分が若いって、その、おかんのお姉ちゃんがな。うん、若い時。まあ結構、あの人さ、おばあちゃんにさ、二人預けてさ、仕事とか行ったりとかしとったやんか。あ、うん、でまあその少し手が空いたら何だろう、親孝行でもしようかなって思ってたら、もうそんな遠くまで行くのはもう体力的にしんどいみたいな話をしてて、なんかもっと若いうちにいろんなとこ連れてってあげたらよかったなっていうのを後悔してるみたいな。うーんっていうのを見て、俺らもおかんが還暦を迎えたらすぐにちょっとなんか遠出させないと。今から20年後とかにそういうのを考えたら、20年後にはもう そのくらいになってくるやん、だんだん。そうね。だから早めに親孝行しないと。うわぁ、まあ、ヨッシー買うのも大事やけど。ヨッシー、いや、まあマリオ買うけど。マリオか。マリオ買うのも大事やけど。こいつら、やるよ。あー、逃げようか。やら。走る俺たち、流れる汗もそのまま。あー、壺が一個残ってた、もったいない。意外と攻撃をすり抜けることができてた。のあざっす。おかんがさ、ずっと前にエジプト行きたいみたいな話を、いるって聞いてるのが見えてへんねん。いや、いない。いなくなってる。これさ、一回降りたらまた出てくるのかな。さあ、やってみるか。なんかエジプト行きたいみたいなこと言って、おお、めっちゃおる。ようやったな。おお。じゃああと右上の地図行こうか。魚さん。ところ。あかん、見えへんな。どこやこれ。ああ、じゃあそこか。目的地見てた今。ああ、右上の方の。あ、行って、なんだ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 、お前、この野郎。さっきから話が全部もうダメなのよ。じゃ
でワニに戻ってきとんねおい俺が運転するあとロケランも取っとくかな。ロケランも取らなあかんからガンがさ、エジプトじゃなくてさ右上やな、左上やな、あ、ごめん、左上、ごめんごめん、間違えた食べらせてえな。ガンが行きたい場所の話や。俺らがあの金30万ずつ出してこうトータル100万くらいにしてさ、親父とおかんにちょっと豪華な海外旅行をプレゼントしたいなっていう話を。ごめん拾って。オッケー。なんで？持てへんわ。あと1個やからかスペース。うん。どうせ帰るよな。うん、こんなとこにカブトムシいたっけ？完全に死んでんねんけど。食べても美味しくないやろ。食べる目的で取ってるわけちゃうからな。バイオ RE4 はでも食料になっとったけどな。まあでもそら、あれや、あの、リベ2やったら腕虫食うてるしさ。サソリとかムカデとか食べるような、あの、なんか、お兄ちゃんとかもいるもんな。わかりやすいところにあった。こんな単純なのに2発も外した。割と行きたいらしいで。ああ、まあまあまあ、そこはね、やっぱ行きたいやな、また。バリ島やったら全然な。まあ、ちょっとそのバリ島がその、ウピアの影響、縁がどこまで受けてるか分からへんけど、全然普通に働いてます。多分2人で100万やったらまあまあ贅沢できると思うで。私めっちゃあのおかんに、まああんまこういうの聞くのもどうかなと思ったけど、俺らがさ、小学生の時に連れてってもらったやんか。あの時いくらくらいかかったんって聞いたら、やっぱあのトータルで100万くらいだったらしいのか。今考えればすげえなって思うけどね、100万もかけて海外旅行に家族一緒に行くんで、まあ学生の頃やけど、割とのその調べてみたらハワイがだいたいまあ4泊5日で17、8万からまあ高くて何倍って25万とかそんなんやったけど、割と意外と安くって、安いやつ10万かかれへんかって同じ。4泊5日。まあまあ今はね、物価も上がってるからそんな安くならないと思うけど。マグナムどうする？はいはい。この次のチャプターで何？そば柄がいいかな。枕は俺は羽毛がいいかな。本か。これをどこから狙っていくかな。もう撃たれてる、これ撃たれてる。2体いるっけ。いただきか。おう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 、倒した君。倒さずにどっか行っちゃったのね。あ、ちょっと痛い、あっち。あざす。グリーンハーブもらってもいい？はいはいはい。デッハにしとくわ。デッハにしとくのいい？よし。あ、ちょっと待って。いいよ。もう一個食う？ありがとう。あ、これは一個ずつなのね。うん。ありがとう、ありがとう。どうしようも、もう一個食うかも。うん。アイテム枠開けたかったし、ちょうどいい。やな。あ、ライフルいっぱいや。たま、お前ら。これ俺上行かんでよかった？大丈夫？あ、まあ走り回ってるだけでダメージ受けたから、ここはゆっくりゆっくりしていってね。ゆっくりしていってねって。ダメージ食らったらおもろい。まあたまには食らうやろうな。
シューラマッサージファンの。だからさ、還暦祝いはさ、バリ島のそれでいいかなと思う。ちょっと待って、こいつ降りてきた。降りてくるとかあんのかよ。おー、後ろでめっちゃ構えてるやつおった。え、クリス入ってきてんねんけど。誰出てるのこれ。ゼロ距離で当たった。あ、これなんか上でスイッチ押すとかじゃないんだ。あ、違う違う、うん。あー、もう声が聞こえる。マジで怖い。どう戦おう。この前私らここも詰まったぞ。あ、そうやな、ここでボコボコにされたよな。ロケランぶちかます。どっかを背中に向けて、あいつらをライフル使おう。全然出てこへんよ。こんなショットガンやもん。ノー、いつの間に。よいしょー。ガチガチガチ。ショットガン2回クロって言ってるぞ。あ、来た来た、奥から。法的武器が欲しい。あ、後ろめっちゃおる。あ、これだから一体一体を真剣に戦うって感じじゃなくて、あれなんか登ってたと、階段。サザエさん、よいしょーって降りてきた。親方、空からサザエさんが。雑魚をこうちょっとしっかりと倒して、あ、よいしょ、パンツ。あれ、ちょっと武器を切り替えてほしい。おおおおおお、こいつ男にも興味があった。なんかよく見たらあれやな、手めっちゃ爪爪やな。あ、ちょっと待って、ちょっといい。いいね、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 いいね。あれ？え、どうなった？そのおっぱいだけ見せつけられても。組み疲れてる間に、うん、ダメージ受けて、その間にダイング。あ、ダイングなっちゃった。うん、うん。どうしよう。とりあえず、ロケランいらへん。燃やすか。あの、テクノカットうざいもんな。しっか。親父の還暦どうするよ。自分で自分にプレゼントしてるやん、あの人。うん、あの、そうやな、買うからな、あれ。そうそうそう、だそれの資金を出すのか、うん、まあそれはそれはでもまあまあ、でも別に自分で出すって言うやろから、意外やろな。それにまつわるなんかキャンプ用品を一緒に買ってあげるとか、ああ、快適になるような。やっぱシュラフとかテントとか。ああ。あ、まあ、あの、なんやろ、二人が。階段に二ついたぞ今。テントとかいるやろ。絶対いらんやろ。ほんま？その。車に向かって降りてきた。来た。親父あれやで、15度くらいの寒い夜に俺外で寝るねんって言うてきて。それはもうあの次男の影響を受けてるわ。逆やろ、親父の影響を次男が受けてるんじゃん。いや、もう次男もやりよるからな、いろいろ。まあまあ、次男もバグってるからな。かわいそうな。ああ。ブラック仕様やな、感じで。あれ？もう一体来てなかった。気に入った。おお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 お俺も燃やす。あれ、なんか違うやつ燃えてる。遠慮なくも4つとも全部使っていくスタイル。フィニッシュブローなのに倒れ、全然フィニッシュしてへんやんけ。燃えろ。あれって、一緒とい。あかん。2発外した結果、最終的にクリスにしか当たらんかった。俺に。お上手ですね。だからなんか武士を取ったんか。
シュうわっ俺やっちゃった、ちょっと全然フィニッシュせえへんやん、クリス。やばいやばいやばい、デブ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 、2位ヒュースト、これ非常にまずくないですか。ここまで来てる、ここに行ってる、これが兵にしがみつく。あれ強すぎるやろ、フィニッシュブロー、あなたもフィニッシュブローかましてたよね。ああ、あ、一匹が、うんばば。やばい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 。あ、なんか、右の方で物騒ですね、あなた。リロードできてなかったんか、ミスった。うにょうにょすな。あ、てって、マジか、マジか。また、だ、危ない。魂のクロスソウル。オッケー、オッケー、ほんま下手くそやわ、操作が。2体とも終わってるよ。いやともぶちのめしたよ、ぶちのめしたからここで死ぬわけにはいかないんですよ。早かった。が、下で、あれ、チンコニョロニョロにやられた。夜中の2時過ぎ。ニューってなってる、何新しく買えるもんなんや。ここでマグナム買えんの、あ、ロケラン買える、そう、ロケラン買えんねん、しかせえへんねん、そう高いな。でもトレジャー売りまくったらさ、うん、トレジャー売りまくっても結構キチキチやねんな。どうしよう、なんかもうロケラン使っていいんちゃうかと思うんだけど、他でロケラン使うところある今のところ。まあ、あのサングラスだから営業先、ああ、だ取引先の社長やろ。まだまだ先はもうそうやったらいるってなったら買えばいいだけの話かなと思って。完全所持金2600しかないから改造もできない。うらい、じゃあ使おう。まず3、4にだけ気をつけよう。しゃあ、まあでもそこで外しといたらお茶の間ドーンやからな。あ、お茶の間ドーンは別に欲しくないから、早いって。結構時間かけたぞ今。ごめんって、うん、お茶の間ドーンよりもあのテクノカットのやつらをドーンしたいわ。ゼロ距離で撃とうとすな、こいつ。それやったらあれやな、焼夷弾持ってこんかったよかったな。めんどくさかったかもしれない。はい、上に入って、マシンガン。上にマシンガン、下にマシンガンならいますって。ここか。はい。整えさせると。うん。で、装備して、BSA ではないか。このエンブレム BSA なんちゃう？一人だけ何してんやろ、こんなところで。だから連れてこれたんやろ。おいしいおいしい男の人やつって。だってあの巨人マジにはだって男やろ。で、男ちゃうわ。女やろ。え、って、なに、びっくりした。出てこいよ。どこ行ったテクノカットやろ。テクノカット1体目やろ。2体目は ?1 体目カットは ?2体目カットいない。あ、2体目カットこっちいた。あ、ちょっと待って。分散されると困るな。しないでいただきたい。おい、危ない。おお、お上手。あれ、2体目支えは僕のカッツは力も来てる。回復させるのスピードの速さ。
後ろにおるからする風のこと。ちょっと近寄って、もうちょっと近寄って。あ、飛んでった、飛んでった、飛んでった。振り返りはやめて。おりゃ、ちょっと、おお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 。巻き込み、巻き、ライフセーバーを獲得した。ライトセーバーみたいな感じかな。卵食っとき。え、卵も食うてもうた。おー、後ろ、危ない。テーピング入る前に食うてもうたから。おう。とか。あ、いいことやと思います。ありがとう。回復薬がないっちゅうねん。いや、まあ、回復薬って2位だな。俺がこれをしても仕方ない。まだいる？ガン、釣りおる。ナイスショット。どうした、どうした？自分が死んだことに気づいてないタイプ？よくあるよね。私の時もそうやったな。あれ？俺今誰とやってたゲーム？振り向いたら立ってるとかやめてや。まあ、ほんまに振り向いてみたけど。首だけ飛ばしてるか。あ。あ、そういうことね。はいはい。そう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 。あれ？もう終わり？まだ実は潜んでましたみたいなになると、こう離れてプレイしてると、あなたがやられたら俺も今助けに行くことが非常に難しい距離にいるけど大丈夫？いや、まあ、そっから火落とされんかったら大丈夫やと思う。あ、オッケーオッケー。あ、降りてもた。ちょっと待って。マグナム。マグナム。どこや？マグナム。どこや？どこや？あ、おった。やっと見つけた。あ、ちょ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 。お返し。広い。え？あ、拾っといたらいい？ああ、しょいたね。あざあざあざ。で、こっち来て、あの家。はいはいはい。あの家を破壊したらいいですか？右側に。どうしようかな。はいか、普通に行きますか。おって出てくるっけ。出てくるよな、確か拾ったら。あ、渡ったら出てくるはず。ああ、出てくるってあれやで、あの、あ、マグナムの弾あるわ、こっち。じゃあ、ここに、ここっつってもあれやな、スピリット画面にしてへんから、俺が今どこで何してるか分かってへんもんな。うん。ごめんごめん。こっちの方に、マグナムの弾があるんで、拾ってください。話すか、話さないか、話すか、話しとこ。そんな目で俺を見るなーっつって落ちてった人いるやん。上申定員に。ジーマ電気。わお。どこのことを言ってたやろな、あのおっちゃんは。どこにあるんや。おっちゃん言うな、兄貴。あ、バレた。今、この間も話したけど、ミニバスのコーチやってるやんか。30歳はおっちゃんじゃなくて、まだちゃんとコーチって呼んでもらえるで。あー、まあ。そうなん。だね。あと丸々コーチっつって、ブルーホースコーチっつって。YouTube チャンネル教えてんねや。てか待って、ごめん。すいません。マグナムの場所が分かんないです。あ、分かった分かった。あ、そう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 。はい、え？何してんの？罠にかかりました。無理やって。これは誰がやった？見える位置にはいたんや。見えるけど届かない位置にいたんで、はい、もうちょっとやっぱ情けかなと思って、そういう優しい。いや、なんかトラップが容赦ないなって一瞬思ったから、あ、なんやなんやと思って。ならええか。
だから、だからそれを言っとって、あのこれ取りに行ったら多分やられるよなって。あ、全然聞いてなかった、その話を聞け。セビング、あー、またこっからか。で、でなんならあのちょっと体力、地味に体力回復してるような。うん、よりは体力ある状態も。あれ、これマグナももう一回拾わなあかんのか。マグナも弾、俺が拾っとけばよかったな。ゆっくりしてたら話してまうやん。やめて、もうあのね40分取ってんね。こんな長尺でさ実況取ることないからさ、だいたい20分前後やからさ、もう嫁さんも娘ちゃんも寝てるからあれやけど。別にパートル分けてもろっていいけど。いや、あの大丈夫ですよ。あの40分とか50分の動画になるとアップロードするのにやっぱ 3,4 時間かかるから。あ、しゃあない。やっぱマグナムの場所わからんぞ。嘘、ここじゃないんか、もう一個か。え、いやだから、あ、じゃあもうなくなったかもしれん。そうやな、あの壺破壊してることになってるから多分弾なくなってるわ。ごめん、おいで。そうか、うん。なんかあれやな、百何十発回ってたのに、あれ？マシンガンの弾置いてきただけそれ。うん。あ、なるほどな。ランド。あ。どうしよう、次、ライフル持ってくべき？ショットガンが欲しいよな。ショットガンがまとめてないと。あれ M3 ってそこまだ先か。もう次、この次の次じゃの。ああ、せや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 、思い出した思い出した。大海原にあれやな。クリアできた。あ、お前初めてやん。はい、じゃあなんかね、あのただただなんかあの盛り上がるところが特にあったわけじゃないですけど、うん、なんか家族談義やったな、ただのな。ちょっとね、話題これでええんかなって思いながら聞いてて。だからこういうのってさ、どちらかというとさ、あの実況を撮るというよりはさ、ライブで喋ってて、なんかコメント欄も流しながら一緒に見るやつみたいな印象やな、どっちかというとな。うん、いいじゃないですか。プレミア公開やったらそれできるぞ。あ、じゃあ、じゃあそうするか。じゃあプレミア公開にするわ。深夜3時くらいにな。コメントを拾わないプレミアム公開な。じゃあ、まあね、一旦ね、区切りがいいところで、終わりとさせていただきたいと思いますので、またね、次回、後でお会いできたら幸いです。ということで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。またね、チャオ。